FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではインバスター証券さんのトライオート FX の、仕掛け戦略をリアル講座を使って、設定していきたいと思います。はい。で、まあこの少し前に、米ドル円のレンジの仕掛けを作ったんですけども、まあそれより先にというか、レンジよりもとりあえずは一旦下に行くのではないかという予想をさっき立てましてですね、これからそのショートの仕掛けを作っていきたいと思います。で、左上の AP、 今これリアル講座の画面に映ったんですけども、 AP 作成から、はい、米ドル円で、売りを選びます。はい。で、ここがですね、どれにするかっていうのは悩むんですけども、はい、応用カウンター寄りにしたいと思います。はい。で、 OK をして、ちょっとねまた下がっていっているので、なるべく早く作りたいんですけども、どうかな、いけますかね。201503で、何かちょっとパソコンの調子が悪くてですね、円ショートにします。はい。名前は米ドル円ショート、応用カウンター売りで、ここが悩みどころなんですけどね、もうこのままでいきたいと思います。で、今成り行き注文でですね、はい、こんな設定で、あ、逆差し値だけちょっといじりたいので、ここだけ100にしますね。1800円だった。100にします。そして上も100になりましたね。はい。これで、まあ、最大連敗数はね、このセーフティー設定1にして、今、成り行きで、売り注文をこれで出したいと思います。で、あ、そっか。下限価格を決めないといけないですね。これが先ほどの、119.500にします。119.500 ということで。はい。こちらを下限価格と設定して、最大連敗数1で。やってみたいと思います。はい。それではスタートというか稼働させていきます。成り行きなので、もうこのままポジションを持つ形になります。さあ、ちょっと画面が重たいですけども、はい、無事に、注文を約束しました。ちょっとね、米ドル円の仕掛けばっかりで、しかもその3つともが今、評価損益マイナスという状態なんですけども、まあこれからちょっと私の予想が当たることを期待しつつ、はい、やっていきます。ということでですね、そのインバスト証券さんのトライオート FX とタイアップキャンペーンというものを開催しておりますので、よければ、はい、キャッシュバック3000円がお値下げになりますので、この動画の解説欄に貼っております URL よりご覧ください。ということで、今回はトライオート FX の、仕掛けに関することでしたけども、これ以外にも週末恒例、来週の戦略、そして、FX バイナリーオプションシステムトレード、株など、いろいろな情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして、LINE スタンプ関西弁の小手川兄さんというものを発売してるんですけども、なかなか売れております。よければ、LINE をやられている方はこちらもよろしくお願いいたします。そして私のブログはこちらの2つありますので、こちらの2つの検索キーワード、もしくは動画説明欄に、掲載されております URL よりご覧ください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。